視聴者の皆さんにですね、お詫びしなければいけないかなと。ダウンタウンさんのね、涙を利用して視聴率が上がるんじゃないかということをですね、水曜日のダウンタウンという番組で、まあ、3週前からこう事前の予告動画が流れて、ダウンタウンさんが涙して、でダウンタウンさんが予告で涙していたら視聴率が、上がる、爆上がりするんじゃないか説をですね、プレゼンターとして水曜日のダウンタウンに出たわけですけども、まあ、お詫びしなければいけないなと思います。皆さんのことを騙したっていうことに関してはさほど何とも思っていません。ただその説が、視聴率が爆上がりするという説を、まあ、唱えたんですけども、まあ、その説が、まあ、立証されなかったということで、僕の説が間違っていたんだなということで、ちょっとお詫びしたいなと思います。上がったのは上がったんですけどね、視聴率微増だったって、もうかすかに上がったという、過去4週の視聴率よりかは上がったということだったんで、爆上がりするということではなかったですね。まあちょい上がりみたいなことだったので、まあせっかくね、ダウンタウンのお二人にも涙を流していただいて協力していただいたんですが、まあこのような結果になったことはとても残念だなと感じております。誠に申し訳ありませんでした。ただ皆さんのことを騙したという、まあ騙したというか、まあああいう説を唱えて、ああいう形にしたということに関しては、全く何も、悪いとは思っていないので、むしろ俺ってそういうやつじゃんみたいな、そういう人ですからね。はい、このつまんねえ話って言ってるやつも、はい、削除を、はい、ブロック、二度と来ないでください、二度と僕の目の前に現れないでください。僕は吉本興業所属のタレントですけど、タレントだからといって、まあ皆さん今そっち側に火がついてるんでしょうけど、タレントだからみんなに優しい顔すると思ったら大間違いです。あの、気に食わないやつは気に食わないって言いますし、礼儀がなってないなと思ったらそのまま僕は拒絶します。なぜなら彼みたいな無礼者がいたとしても、僕の人生の中に入ってこなくても僕は何も問題がないので、拒絶です。拒絶が一番だなと思いますね。だってつまんねえ話だなと思ったら来なきゃいいんだから。自己否定してるんですよね。俺の話つまんねえと思いながらも、この配信を見て、さらにはチャット欄にコメント打つ、それがいかに自己否定をしているかっていうのをね、ぜひ気づいていただきたいと思います。バカ野郎！あ、決めさせていただきました。ちょっとね、ストレス溜まった時はやっぱ僕も嫌いなんでね、そういうやつが。ほんと、なんなの？何様なのよ。偉そうに。って思ってしまいました。水曜日のダウンタウンでも、クレームは全部、誹謗中傷全部僕が受け止めますからって言ってて、まあ、その、あの番組に対しての誹謗中傷も全然僕に投げかけてもらっていいんですけど、僕が唱えた説なんでね、それは全然僕に投げかけてください。ただ、ここの RC チャンネルに来て、何を言ってんだよお前っていうやつはもうさっさと排除していきますから。あの、くしくも9月6日がクレームの日だったらしくて、水曜日のダウンタウンに関するクレームはもう私に投げてください。あんなこと、よくも俺のこと騙しやがったなとか。ただ悪いとは思ってませんので、そこに関しては詫びるつもりはありません。最初にも言いましたけど。ただ視聴率が爆上がりするって歌ったものの、そんなに視聴率が上がらなかったことに関しては、まあ、重ねてお詫び申し上げます。チャンネル登録よろしくお願いします。